はい、皆さんどうもこんにちは、ブドウです。ファイアーエンブレム烈火の剣、続きをやっていきたいと思います。はい、だいぶ久しぶりのプレイなんですけど、やっていきましょう。久しぶりな烈火。エレネ王妃の助力を受け、エリュートたちは一路封印の神殿へと急いだ。王妃の書物に記されていたのは、王族の身が知る秘密の道。周囲を警備するベルン兵に気づかれることなく、一行は神殿のすぐそばまで近づいていた。なんかドラゴンナイトか。あ、どうも、明けましておめでとうございます。27章運命の歯車。おう、ライナス。ライナスといよいよ戦えるのかな。俺は機会を待って確実に仕留める。そうだよな、兄貴。やっとその時が来たぜ。ほう、ライナス様、奴らが近づいてきました。来たが全員散れ。ロイド兄貴の弔い戦だ。一人たりと生きて返すんじゃねえぞ。お、あ、これバッタくんやろ、これ。バッタ様の色違いか、これ。右の人は。おお、とうとう、モブになった。見えてきた、あれが封印の神殿だ。なんか拍子抜けだな。このまま誰にも会わずに済みそうだ。残念だけど、そうはいかないようよ。なんだと？なんてさっきだ、彼らは一体。おお、来た来た来た。ウェルコー講師エリュートに間違いないな。だとすればだとすれば、我らは狂犬ライナス様の牙。お前たちの犯した罪、その血で償ってもらうぞ。何？言いがかりですね。あ、そう、ニノ。そうですよ、ニノが仲間になったんだよ。黒い牙だ。みんな牙の仲間だよ。生きてたんだ。待て。じゃあ、あ、どうしたの？奴らの殺気は尋常じゃない。近寄ったらやられるぞ。どうして、どうして戦わなきゃいけないの？話し合えばわかるかもしれない。俺たちはもう牙じゃない。いや、元からネルガルの側にいたんだ。奴らにとって俺たちは仲間などではない。ああ、この二人はネルガル側か。ニノもネルガル側ですよね。まあいい子だけど、そのソーニャのそばにいたから。じゃあ今から戦う黒い牙はブレンダン派ってこと？そんな、やだやだよ。あの人ライナスって言った。ライナス兄ちゃんがここにいるんだ。ああ、兄ちゃんだったらきっと分かってくれる。私諦めない。もう、はい、ということで、久しぶりですね。はい、ですね、あ、まず、新年一発目の収録なんですけど、まあ、多分これを見てる、これを、この動画をアップする頃には、なんだろうね、1月下旬とかかな。まあ、そんな開きはないと思うんですけど、ですね、前回の26章外伝、ソーニャのところ、あれを収録したのが、まあ、大体クリスマス前ぐらいだったんですよね。大体今1ヶ月ぐらい。1ヶ月いってないかな。まあ、3週間ちょっとぐらいかな。まあ、ほぼ大体1ヶ月いかないぐらいか。ちょっと日が空いてますけど、はい。まあでも、1日1個はアップするようにしてるので、多分、投稿ペースは崩れてないと思う。はい。ということで。まあ、今年もよろしくお願いしますと。はい、皆さん本当にいつもありがとうございます。コメントとかも毎回書いてくださる方もいらっしゃって、本当に嬉しい限りです。ありがとうございます。ライナスね。あ、ここ封印の神殿ってあれですね。封印の時はねえ、ここマードックが座っとった席やろ、これ。右下か。ここら辺は封印でなかったもんね。封印はこの左上
がマップとしてあったけど、なるほど、ルーンソードパピスの守り、うん、なんかやばそうな、盗んでもいいやつはあるけど、まあ、あんまりいらないですよね。はっ、でももう誰に使おうかな。ああ、ちょっとやっぱり盗賊はいるっぽいな。マッシュいるかな。いるよね。まあいいや。ですね、ユニット選択。あ、オズオズフロリンセアジャガル、ちょっとね迷うんですよね。ニノをね、ニノを入れたいんですよ。やっぱりそのストーリー的にも重要やろうし、ニノ入れたいんですよね。でもニノを入れるとしたらジャファルを入れんといかんっていうね。この、いや、私的にはニノと組ませるのはもうジャファルしかありえないと思ってるんで。でもあんまりジャファルは入れたくないんですよ。うん、あ、でもいいなこれ。しかも氷か。どうする。でもニノを入れたいんですけど、ニノを入れるとしたらジャファルも入れんといかんしだろうし、まあ、ニノはさ、ジャファル以外とも支援は組めるんですけど、やっぱジャファルと組みたいじゃないですか。でもジャファルはあんまり入れたくないっていう、この葛藤で、オゾーズも入れたいっていう。どうする。ちょ、これ誰か抜かす。抜かせんよね、こんなプリシラ、オゾーズとか。でもさ、プリシラを犠牲にしてまでジャファルとか入れたくない。どうしよう。オゾーズとプリシラ入れたいよね。セーラーエルク、ミサッチ、ハーケン絶対入れるやろ。ローエン、レベッカ入れるやろ。プリシラ、オゾーズ、どうしようかな。マシューってあれですよね、クラスチェンジしたら盗む使えなくなりますよね。それもそれでちょっと、でもマシューはまあ盗む要因として入れておきたいやろうし、プリシラアウト、オズオズ入れたいな、入れたいけど枠がないな。ちょっと足りんよ枠が。でも一応これでいく。どうしようかな、まあ、とりあえずアイテム整理するか。導き巡りはでライブが使えるはず。ライブファイヤー、あ、じゃ武器買うと、武器がないってこと。武器を買うとか、もう売れ、鉄の斧がないんですよね。あ、もう鉄の斧がない、やばい、買うってかね。お金の、あの持ちたくないけど、お金の斧とインディス、あ、インディス弓が使える、弓で、剣持ちを、あ、剣もない、やばい、セーラ、セーラつける。ライズはまだあるもんね。エルクッチ、エルクッチこれ売るか。エルクッチは、あとライブ、こんなもんか。マッシー、剣がないんですよね。クソ、剣がない。ウィール、ミサッチ、ダーツ、あ、ダーツ剣だった。やばい、ダーツ、斧がない、斧が。あとヘクトル、クラチンジャルから天の刻印、天の刻印、天の刻印、あった。アフラのチンジャル使おう。どうしようかな。いやまだまだ、とりあえずビル、リサッチ、ダーツ、ハーケスト、ハーケストこれでいい。ローエンちゃん、手張り、手張りも変わってたよね。手張りまだあったっけ。やばい、買い物、あ、あった。売るか、手やり1本のやつ。交換で、レベッカ層から手やりもらう。うん、レベッカ層、売るか、そこでいいと。じゃあ、これジャファルとかさ、その件がないんですよ。どうする。
頼むかな。この前ね。で、クラスチェンジ祭りじゃとりあえず。まず、あ、売るんじゃないよ。使う。導きの矢、まずニノに使う。よし。ニノは、ちょっと出していこう。ストーリー的にも重要やるし。エルクより強いし、普通に。何より報われてほしいですよね。守備、無謀、いいね。OK。杖が使えるようになった。で、次。いきますよ。いきますよ、ヘックン。さあ、ここ強いですよね、ヘックン。36、18、20、12、14。速さがね、結構伸びてると思う。守備カンストしたし。おーい。グレートロードでしたっけ、ヘクトルは。おお、やっべ、かっこいい。さらにごつくなったな。力は上がらず。あ、速さ、これいいね。戦えるよ。魔法もプラス5やし。はあ、これは強い。どうしよう。あとドーピングですよね。ドーピング誰に使おうかな。朝の雫を使う人を決めたい。朝の雫誰がいいかな。誰がいいかな。多分ニノに使ったら、ね、成長率ものすごくなると思うんですよね。ニノの成長率ちょっと前チラッと見たんですけど、めっちゃいいですね。よくでも覚えてないけど、でもなんかすごすぎて上手くなってきてるけど、ニノでもニノに使う。ニノはさ、でも途中参加してさ、途中で会いたくなる人に使いたいね。誰がいいかな。いるイサッチガーツハート結果揃えん。でもみんなに使ってあげたいね。主人公にするかな。やっぱりウッドエリとかにあんまり使いたくないしな。ヘックン、いやでもロード3人組は結構よく育ってると思うんですよ、自分で言うのもあれですけど。力14とか速さ16とかかなりいいと思うんですよね、ウッドエリ。でも下手れてる人は多分力1桁とか速さもこんな12とかくらいかもしれない。結構よく育ってると思うんですよ、ロード、ウッドエリ。でヘックンは、ヘックンはマジ成長率、速さがものすごい伸びてくれたし、あんまドーピングは全然使ってませんからね、ウッドエリにもヘックンにも。でリンも力でめっちゃ伸びたし、守備面が硬いし。てかさ、これヘクトルハードとかでこういう成長してくれたらすごい心強いんですけどね。みんな3人とも、3人ともあんまり疲れてると思わないんですよね。セーラー、エルク、サッチ、ダーツ、ハーケソ、ローエンチャ、どうする。ローエンチャに使うか。レベッカーも素手こんなに力20やしな。一回もドーピングしないのに力20までいきましたから、ね、かなり運がいい。ローエンに使うかな。あ、そう、確かローエンの成長率なんかすごい極端だったんですよね。90、30、30、30、なんか60ぐらいあったっけ。60、守備40、魔防30だったんです、確か。守備40、でも40の割にかなりいいと思う。40ってあんまり伸びるイメージないんですよね、個人的に。下手れるイメージはあるんですけど、かなり漏洩はいい。どうしようかな、その雫。でも誰に使ってもう一緒やろ。誰に使おうが一緒やろ。漏洩に使おうかな。頑張ってくれたし、今まで。ちょっと、さらに磨きをかけてくれ。漏洩に。もう誰が、別に誰でもいいんですけどね。誰でもいいんですよ。誰でもいいから、漏洩にしようか。漏洩好きですね、私。で、天使の衣とか何か、天使の衣、ドーピングちょっと使っていこう。輸送体パンパンやしな。何があるんだろう。天使の衣、エナジーリング、秘伝の章、秘伝の章、流行っての羽、メガネの章、ヘックに使おうかな。全部ドーピングはもうロードに頑張って。あ、でも天使の衣とかちょっとイサッチも一回使ったしな。イサッチこれでいいか。36、魔法系に使ってもいいかもしれないな。ニノ28、セーラ27、20ではちょっときついよね。ニノに使うかな。天使の衣は、はい。で、いやでもそれでも30、そうか。で、あとリクトル、エナジーリングか。いやでも技はちょっと、確かダーツがものすごい技の成長率低かったんで、もう一個は使っとこう。14か。もう一個ぐらい使ってみたな。リクトル確か45ぐらいあったんですよね、技の成長率。の割には全然伸びてないけど。リクトル、相手の羽、女神。女神の像、魔除け。魔除け使っとくか。一応。で、幸運。幸運ヘクトルかな。いやでも、エイトとかもやばいしな。大体みんな幸運いいよ。あ、おぞうず。でもおぞうずはちょっとレギュラーになるかどうかまだ分かんない状況ですからね。ちょっとドーピングやるとか。停止が強い。ヘクトルかな、幸運は。女神の像。で、エナジーリング。これリンとかでいいんじゃない、エナジーリング。おい。で、速さ。速さはウッドエリーにしようかな。ウッドエリー、ウッドエリー。ウッドエリーの、速くの羽ね。オッケー、これだいぶいいやろ。秘伝の章、竜の盾。竜の盾ね。エリーとかな。こちらは竜の盾。いや、でもいいか。いいの、使おう、使おう。竜の盾。
よし、秘伝の装置入ってみた。まあ通常プレイでね、ドーピングってあんまりなんか、あ、ブツブツでしょ、ヘックかな。通常プレイでのドーピングってそんなに使っても使うと一緒やろ。一人だけだったらね、ドーピングかなり相方になるけど、まあおまけみたいなもんですね。で、アイテム制御に復旧しよう。あと2のこれで OK。 剣と斧がないんですよ、マジでマジでない。ヘック体格忘れたっけ。15か、あれ鋼の斧持ってるのか。じゃあちょっとダーツに鉄の斧渡したろう。鋼の、しばらく鋼の斧使ってもらおう。で、ヘックの手斧を持って、手斧はまだあるね。じゃあまず買い物、買い物センターか。リンディスこれでいいでいい。で、セーラー、エルク、マッシュこれでいい、とりあえず。ニアン、ウィル、リサッチ、ダーツ、ハーケソー、ローエン、チャンプリー、レベッカソー、ジャマル、なもんかな。よし、よし、で、階段しよう。いいですね。あ、そう、なんかあの、教えてもらったんですけど、攻略占いが高いんだらしい。あ、てか、ハンナさんはさ、いつから抜けたの、このブースに。なんか一言言って抜ければいいね。なんか全部ニュースが担当になって。ハンナさんはどこ行ったの。これ占…いやでも、楽しみに当たられたらいいか。うん、これはいいや、もう大体分かったから。よし、で、並びたいね。さあ、まず壁がいるね。てか、まず買い物…あ、思考系がいれば、思考系出す、やっと出せんよね。思考系、ちょっと…フロリーそうなし、フロリーあんま育ってないし。ちょっと買い物は後にするか。武器の余裕がある人か、余裕がある人を使おうか。で、どっちかっていうと、4人壁がいるのか。でもここで籠城した方がなんかいい気がする。ここよりかはみんなで左側に逃げ込む。なのでこいつらまず一撃で倒さんというかね。鋼の剣、キルトとキルトが危ねえな。エルクとか、エルク、うん、いや、ローエン、イサッチとかローエンでエレッカソハーケソー、エルクセーラーで、ジャガルミノも持ってきたよね。うん、こんな感じか。はい、すいません、ちょっと長くなっちゃいましたね。今までで一番長いんじゃないか。はい、まず武器を買わんといかん。本当にニノ、あ、この曲きたー。この曲好きなんですよね、私。あの、よくなんだろう、作業用 BGM として劣化の曲とか結構聞くんですけど、暇な時に、うん、この曲が一番マップ曲で好き。やっと曲変わりましたね。いつもエリュット編の曲ばっかりだったから。ブドウさん、私に行かせて。私、兄ちゃんと話してみる。ダメかもしれないけど、でも。ドゥルル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 ルドゥルルルル。あ、余裕。まず行こうや、レベッカで。ほら、ほら、もう負ける気せんぞ、うちの軍は。最強やぞ。そしてこのレベッカ。で、エルクッチ届かんし、いの、あ、ま、大丈夫か、応援ちゃん。ちょっと待って、届かん。あ、ハーケソがおるか。イサッチ、イーサキング鉄の槍。イーサキングいいね。どうしよう、ニノちゃん。あ、でもニニアンがおるから、ニニアンうまく使え。ニニノちゃん、いや、曲がいい、曲が。あ、おお、来てる。やりましょう。早いですね、ジャマル。どうした、これあげる。なんだこれは。私の一番の宝物、綺麗でしょ。どうして俺に。ジャファルに持っててほしいの。このペンダントの紐にこびりついたよ、これ。あ、これ前回ヤンおじさんからもらったペンダントかな。これは地下、あれやろ、あのニノの本当の両親の形見みたいな。うん、そう。気持ち悪い。いや、かなり古いものだな。お前の血ではないようだ。私の本当の母さんの、なんだ。母さんがネルガルとソーニャにやられた時につけてたんだって。大事な形見だ、自分で持っていろ。一応ジャファルもそういうことは気にするのね。私、本当の母さんの顔ちっとも思い出せないんだ。
赤ん坊の頃やったからな。命を懸けて守ってくれた大事な大事な人なのに。だからそれを持つ資格ないよ。いや、そういうことじゃないよ。小さかったなら仕方ないだろう。でも気持ちの整理がつくまで預かっておく。お前は俺にとって仲間で大事な友人だ。ああ、ジャハルもなんか、ジャハルもこういうこと言うんだな。ずっとそばにいるから安心して任せろ。すいません。大事な友人？私のこと本当にそう思ってくれてるの？ジャハル？ああ。でも友人なの？本当にそうなのか？ありがとうジャハル、私すごく嬉しい。ニノはね、愛情不足やったけどね、今まで愛情を注いでくれよジャハル。でもね、ジャハルもさ、ちょっと虫が良すぎるよね、本当に。虫が良すぎると思いますよ。あ、お、ちょ、なおさら剣がいるな。ヘクトル剣が使えるんか。でも剣ってあんまり装備しても、まあ、サンスクミを考えるときに使えばいいか。ですね、ニニアンでニノちゃん、でニノちゃんウイジンで、ほう、燃やせ、かっこいいね。やっぱいいですよね、女賢者をこのドレス映えますよね、絵に。絵が映えますよね。女賢者も男賢者もどっちもかっこいいよね。ローエンちゃんで、他人、あ、でもイサッチがいるかな。ローエンちゃんやり、あ、イサ、いや、いいか、イーサーキング届かよね。ちょっとミスった、まあいいか。ローエンちゃんでイーサーキング手やり投げるか。魔法が届く、いや、いいか。じゃあ、ハーケソ、ここ。イーサキングで、フェアリーというか投げるか。ほら、フル支援だぞ。オッケー。じゃあ、みんなで左にこもろう。で、ここの、この人たちは、釣りつつも、誰がいいかな。ヘックンかな。ヘックン、ウイジンでヘックン。これ鋼の斧持って、でリンディスで弓取って、ダーツ、みんなでこもろう。あそこに、左の大陸にこもる。ウィルソン、エルクッチ、あ、あー、杖使えばよかった。セーラー、あ、でもそうか、マリナスがやられるんか。あ、そっか。あ、ちょっと作戦変更し、どうする。そっか、マリナス、そう、動けよ。今19でしたっけ、マリナス18か。もう本当動けるようになるの最終盤か。おお、いや、いよいよ劣化も終盤って感じですね。楽しいな。おお、でっかい斧、でっかい。てか、クラスチェンジした分の HP は減ってるままか。うい、ほら、オッケー、もうガンガン使うぞ。ウッドエリはいつ進化するのかな。でもね、ロイが封印の神殿クリアしたら進化しましたからね。このマップでウッドエリレベル20にしてもいいかもしれない。オッケー。なんか来とるよ。どうしよう、あいつら始末せんとな。うー、ダンスバスターだって。斧装備ローエンでいけるんじゃない。
ローエンでもレベル5か。イサッチもレベル5か。意外。どうしよう。この人たちちょっと。する老縁ヘクトルで行く、ヘクリンでなんとかするか。ウッドでみんな左にこもろう。こいつら近づいてきとったよね。ウィルとダーツウィルでここら辺バンするか。ソードキラー青の防御力ちょっとね、左にこもるのやめようかな。なんかアーチあるし、やべ。釣りながらなんとかしよう。イサッチ、斧装備イサッチでこうで、ハーケソで、ローエンチャーの支援ね、こいつはね、ニノちゃんで、ウィルソン、ここ、エルクッチで、杖。ちょっとどうしようかな。やっぱ最初の地点にこもった方がいいのかな。ここで戦いたかったんですけど、無理っぽいね。まあいいか。なんとかなるやろ。いいかな。まあ別になんか遠距離魔法いなかったからね、全然余裕だと思うんですよ。おい来た。イサチいいね。オッケー。なんか結構来とるもんね。おい、ほら、さあ記念すべき初レベルアップ。オッケー、いいね。技オッケーオッケーオッケー。守備も伸びるし完璧。弱点は幸運と魔法ぐらいか。ヘクトル移動力もカバーしたし、速さも意外に伸びとるし、やっぱ上がやばい。やっぱり上で蓋しよう。ニノちゃん、ほら、やっぱ戻ろうか。老縁部隊フェレキシー組はちょっと戻ろう。あの4人は上がやばくなってきた。探求は効きません。やっぱ上戻ろう。上が危ない。ここやばい。ここ塞ごう。頑張って。でもどうしようかな。ここは全然余裕ですね。ダーツ、とりあえずやるか。おお、かっこいい。いや、凛の戦、うわ、かっこいい。切った後かっこいいな。凛の戦闘アニメいいね。上級も下級もどっちもいいね。ほら聞け、ほら、まあ、こいつらは全然脅威でもなんでもない。ここですね。ローエンちゃん、ここ斧持って待機で、ダーツも斧持って待機。レベッカ、そう
イサッチ。イサッチは槍、とりあえず槍持って、ニニアンで、ニニアン。ニニアンで、戻って、で、イサッチで支援入れてですね。で、ハーケソはここの橋を守ってもらおうかな。こんな感じやろ。で、ジャール、ミノちゃん、違うね、ここや。ジャール、ここ。よし。で、ウィル、この辺。ダーツと支援乗せて、まあ、青の宝玉は、盗めたら積もうみたいな。そんな感じで、うん。できれば、そんな感じでやろう。じゃあ、今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。さようなら。